今日ね、僕が鎌倉行ったところで良かったところをちょっとね、おすすめしたいかなと思います。おすすめの旅行先、どこがいいですかってね、結構聞かれることが多いんですけど、必要な情報としてこういった情報を僕いつももらうようにしております。まずね、目的ですよね。観光なのか、ね、ゆっくりステイ、宿泊したいのか、あとはまあレジャーなのか、あとはいつ頃に行くかとかね、まあ、春夏秋冬、いつ頃のシーズンに旅行をしたいかと。あとは人数、まあ一人なのか、それともご夫婦、ご家族、あとはお子さんがいるかみたいな。その内容によっては提案すると変わってきますんで。あとね、場所、まあ、なんとか県、なんとか市あたりみたいな。神奈川の鎌倉あたりみたいな。ざっくりとした場所をね、絞ってほしいなと思います。あとご予算ですね。値段もピンキリなので、どのぐらいの予算で行きたいかっていうね、この5つの項目。目的といつ頃かっていうのと、あとは人数、あとは場所で予算、これが分かれば大体、はい、調べることができるので、今年旅行先まだ決まってなくて、どこがおすすめないかなというふうに使いたい方はね、こういった情報をいただければ調べてみようかなと思います。で、僕ね、おすすめの旅行先を調べるときは大体トリップアドバイザーか Google マップか楽天トラベルのレビューとかをよく参考にしてますね。日本の方がよく使うのは、最近 Google マップはすごい増えてきてて、口コミも評価も感想通りな感じなの で、海外の方はね、トリップアドバイザーをよく使ってるそうなんですけどね。でですね、今日は鎌倉についてお伝えしたいと思います。皆さん、鎌倉行かれたことありますでしょうか？僕はですね、鎌倉は東京に来て初めて行ったのかな。なんで4回ぐらい鎌倉は行ったことがあります。で、鎌倉の行ったところの中でおすすめなところ何個かありますんでね、お伝えしたいなと思います。東京から車で約1時間ちょっとかな、それぐらいで行けるところで、まずカフェをね、ご紹介したいと思います。ル・ミリュー鎌倉山と言います。ここ知ってる方いらっしゃいますでしょうか？富士山の方なんですけども、鎌倉市がありまして、七里ヶ浜のね、ちょっと上の方にある高台の山の上にね、このカフェがね、あるんですよ。ルミリュー鎌倉山、ここね、めっちゃおすすめです。はい、ホームページ行きましょうか。もうね、山のほんの高台から山を見下ろすような感じで、これね、美味しいスイーツとかね、あるんですよね。で、アフタヌーンティーなんかもできます。1人2000円ぐらいで、結構立派なアフタヌーンティーのね、茶菓子が出てくるのと、あとは紅茶飲み放題っていうのがあります。いようと思ったらもう全然3、4時間は入れるって感じです。で、店内でもいいし、こういう風に屋上でもいいし、ちょっと冬はね、寒いんですけども、めっちゃ自然感じながらいい感じのアフタヌーンティーも食べれて、かつお土産もね、買えるっていうところで、そう、これが2000円弱で、ここね、ちょっと鎌倉行かれる方はですね、はい、ちょっとお時間の方はここのカフェ利用してみてください。結構ご夫婦とか、はい、多いですよ。で、そんなに人もね、いなくてガヤガヤしてないんですけど、そう、おすすめっすね。神奈川県鎌倉市、鎌倉山にありますね。年中無休になっております。バスもありますということでね。駐車場もね、15台ぐらいあります。はい、2つ目ですね。さっきね、七里ヶ浜のこの辺をお伝えしたんですが、今度はね、ちょっとガーッと南下しまして、葉山ですね。このね、アンダーザパルモっていうね、ところがね、あるんですが、はい、ここもね、カフェで、イタリア料理と、まあ、カクテルとかいろいろ飲めるところですね。で、料理美味しいです、すごく。景観抜群。海を見ながら、ゆっくり過ごせるカフェになります。中ででも食べれるし、テイクアウトもできるしっていうところですね。車がある方はぜひね、このここにぜひ行ってみてください。神奈川県のね、三浦郡葉山町ですよね。結構ね、新しくできたところなんでね、テラス席とか天然席いっぱいあって、あ、ほんとこんな感じ。ここはね、結構若い人多いかなっていう印象でしたけど、結構ね、キャパが大きいので、全然入れると思います。この料理美味しいんでね、あと結構出てくるのも早いし、ここ好きですね。ランチ行かれる際はここね、いいかなと思います。そうそう、入り口こんな感じね。で、もう一つがですね、逗子ね。ここもね、めちゃめちゃ良かったです。マリブファーム逗子マリーナですね。ここ知ってる方いらっしゃいます？こんな感じ、マリブファーム。
で、ここのね、サラダがね、めちゃめちゃ美味しかったんですよね。今まで食べたサラダの中で一番美味しかったってぐらい、シャキシャキ野菜で、めちゃめちゃおすすめでした。で、カフェもあるし、レストランもあるし、もう写真映えもバッチリです。で、この奥がね、マリブホテルっていう、結構高級ホテルなんですけどね、一泊が一番低いお部屋で、8万とかそのぐらいで、一番高いとだいたい30万円するお部屋があるんですけど、このマリブホテルに併設されたところが、このマリブファームっていう、まあカフェレストランなんですよね。ホテルの敷地内のこういったところもね、利用できるんでね、すごくね、いいですよ、ほんと。ここもね、一日降りるかなっていうぐらいゆっくりできますね。で、この辺一帯も全部海なのでね、歩き回れるし。あ、これね、一泊、確か20万ぐらいするお部屋だった気がしますけど。ここぜひぜひカフェはいいかなと思いますよ。けど僕のね、行った中ではこの鎌倉で言うと、ここら辺りがすごく良かったなと思います。鎌倉、ちょっとね、3つぐらい、場所はちょっと点々としておりますが、皆さんぜひ Google マップに保存のボタンをポチッと押しておいてください。ルミリュー鎌倉山っていうカフェと、アンダーザパルモっていうね、イタリア料理が楽しめるカフェですね。で、もう一個ね、マリブファームね、が超おすすめなので、僕も何人かな、もう20人ぐらい行ってますけど、みんなにもう大絶賛されてます。あ、品川さん、鎌倉山雷庭、広いお庭、懐石、ソワなど楽しみます。お、鎌倉山雷庭、ルミリューから近いじゃないですか。ほら、いいっすね。じゃあお昼そば食べてね、夕方はカフェでルミリュー行くみたいな。ありがとうございます。素敵な情報を。うわぁ、風情ありますね。あ、竹がね、綺麗ですね。ちょっと Google の評価をいきましょう。雷庭はですね。おー、すごい。4.0。もうね、300以上あるんで、美味しいですね、これは。で、最寄りは西鎌倉駅なんですね。だいたいね、車で15分ぐらい。バスも通ってるんでね、そう、行けちゃうんですよね。ちょっと鎌倉のね、難点がね、混むんで、車の場合は、ちょっと1時間半ぐらい早めに行動しないと混むのでね、電車の方は全然いいんですけど。鎌倉のお蕎麦といえば、由比ヶ浜の松原庵がとてもおすすめです。お、ここですね。うわ、すごっ。Google 口コミ。4.3。で、しかも、1111111。すごいですね。これはね、絶対美味しいです。あ、高級お蕎麦屋さんなんでね。お店の外観すごいですね。で、中もすごいですね。なんかお蕎麦屋さんとは思えない。あ、ホテルマンのね。はいはいはい。写真こんな感じ。ありがとうございます。鎌倉に行きたい熱がちょっと湧いてきました。はい。ではでは、7時になりましたので、今日のね、朝活はこれで終わりたいと思います。で、皆さん、今日も頑張っていきましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい。おはようございます。リンクの影山です。リンクでは毎朝6時半から7時の30分間だけ朝活をしています。テーマは何でもよくて、朝の読書とか、頭の整理とか勉強とか運動、何でも OK です。で、誰でも参加できて、僕は毎朝参加しています。で、朝活の終わりには、その日の最新のニュースとか、あとお届けしたい情報っていうのをシェアしたいと思いますので、ぜひ参加一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。